今日はスーパーベテランコーチのフォアバック、あとはですね、グリップともにちょっとインタビューしていきますので、それでは参りましょう。まずはフォアハンドから、はい、打っていきます。緊張しております。はい、じゃあ5球いきます。はい、1球目、あー、とってもいいショットですね。はい、2球目、はい、ちょっと待ってください。ラストも1球。じゃあ近づいちゃっていいですかね。近づいちゃいます。はい、すいません。じゃあちょっとインタビューさせていただきます。はい、今のフォアのまずグリップですね、はい。見せていただいてよろしいでしょうか。グリップはフォアハンドイースタンからウエスタンの間です。フォアハンドイースタンからウエスタンの間です。結構あのベテランの方になってくると結構イースタンとかコンチネンタルが多いと思うんですけど、はい、そこの、まあ、意識だったり、はい、まあ、やはりプレイヤーの意識がかなりあるんですか。はい、そうですね、まあ、その状況によってグリップ少しまた変わるんですけども、はい、ラケットのどこに当てようとかっていうのはそこまで考えてはいないですか。まあ、もちろん真ん中に当てようと思ってますが、はい、真ん中より私の場合はどちらかというと先の方を使う。ああ、じゃあ、スピンをかけるというイメージなんですか。そうですね、軽くスピンがもちろんかかる。なるほど、真ん中のスイングで先を少し使おうと思いながら、はい、まあ、スピードを上げようと。ありがとうございます。では今皆さんにフォアハンドをご覧いただきますので、次ですね、バックハンドを見させていただきます。はい、はい、では続きましてバックハンドですね。バックハンドはシングルハンドですね。わかりました。じゃあちょっと5球ほど、はい、打っていただきます。とてもお手本になるねスイングだと思います。お願いします。やっぱりこれもかなりこうスピンが効いてる感じで、何球かネットをしました。いやでも緊張しますけど、またフォアと同じようにグリップ、グリップはバックハンドでやはりイースタン、バックハンドイースタンから。そうですね、そうですね、まあフルウェストもできますよね、はい、バックハンドイースタンのちょっと厚め薄めの調整です。はい、グリップサイズってちなみに、グリップはこれ2枚です。グリップは一巻きしてます。一巻きしてますね。はい、バックも当てるポイントとしてはかなりこうラケットの上の方を意識しているんでしょうか。そうですね、上の方を意識しています。はい、も少し上を意識しています。どうぞどうぞ。ちなみに、まあ、ね、テニスを伝える時にはバランスが、はい、広くと、はい、やはり体の横に、はい、バランスが横で捉えるということを中心しながらです。通常ですと、まあ、大体ですが、状態的に セミオープンでこういうふうに入りやすい方が多いと思います。右腰に対してだけが多いです。はい、腰が残っちゃうというところですね。はい。はい。はい。ああ、とても分かりやすいですね。はい。はい。はい。その際にこうレベル感もあると思うんですけど、あらかじめこう予測をしながらこう、横に入るという形ですかね。そうですね。はい、とても分かりやすいですね。やはりボールの位置と自分のこうポジショニングを、まあ、準備の速さもありますけれども、やはり予測しつつ、動き出しというところをこう注意しながら試合中もやっているということですね。はい、素晴らしいです。ボール飛んできまして、はい、はい、はい、後半入るイメージが
はい。ああ。はい。ここに入るイメージ。はい。極端に。ああ。極端にしたらこれぐらい。できるだけ。まあいろんな球が来ますからね。速い球だったりとか、こう深い球だったりとか。もちろんあの、こうやって打たされたり。そうですよね。はい。こういうイメージもあると思います。やっぱりある程度余裕があって自分が打てる、状況であるならば、横の体の心理を最大限に使いたいなって。なるほど。その試合中も相手の、まあ、ボールを見ながら常に動きを取るというのはとても、と皆さんに聞いてるんですけど、今コーチラケットは何を使ってるんですか？もう決まったラケットですか？これはあのバファロットのあのテアイロですね、はい。結構形式は前の方ですか、ね？テアイロチーム。あ、チームなんですね。そうですね。やはりバボラ全世代で人気がありますからね。ありますね。特にピュアーレは比較的やっぱり楽に飛ぶ方のラケットですね。そうですね。全年代でこう、まあ、力がいらず飛んでくれるというですね。ガットはちなみにないのは今は貼ってあるこのガットに関しましてミクロスーパーです。オージシープ。オージシープミクロスーパー。ゴーセンの。ゴーセンです。で 1.30。1.30。結構細くもできますもんね。まあ、その方が回転もかかりますよね。でもね、ゴーセンさんが出してるこのミクロスーパー、ほんと長くはね、皆さん愛用してると思うので、はい、そうですね。あとはまあ他のちょっとも他のラケット持ってるんですけど、はい、あのハイブリッドにしまして、縦と横を変えて、はい、あのまあ、あのなんて横糸と縦糸っていうの片方を、あのまあ、ナイロンじゃない状態で貼ったりとか、ポリで貼ったりとか、ソフトポリで貼ったりとかっていう形にしてハイブリッドを、使うこともあります。やっぱ皆さんこう気になるところって、まあ、中級者の方とか中上級の方ってハイブリッドってこうあまりこうピンときてないとない方がいると思うんですけど、ハイブリッドって基本的にこう、まあ、皆さんこう、まあ、プレイヤーの方、はい、コーチもそうですけど、はい、そのまあ、メリットってどこにあるんですかね。ハイブリッドはやはりボールの飛びを抑える効果がまず一番ですね。自分を打った分だけボールが飛ぶ、比較的飛ぶラケットのフレームの時にハイブリッドで調整するっていうことが多いと思います、うん、なるほどなるほど。まあそこは今ねモノフィラメントだったりとかいろんなこう種類のね素材が出てますけど、やはり一般的にはこうナイロンとまあ、ポリエステルというところでこうハイブリッドの調整ができるっていうのも一つですよね。そうですね。コーチもやっぱり夏場冬場はガットも調整されますか？全身はやっぱり変えます。あ、やはりそうなんですね。やっぱり暑い時期の方が4ポンドぐらいは上げてますね。結構変えますね。4ポンド、ね、そう。トレーニングなさってたりするんですか、コーチは？トレーニングはですね、走ったりするぐらいですね。 あとはまあ、どちらかというと我々年代はもうトレーニングもそうですけど、はい、体をケアするのが大事なので食事だって対するためにの、あの、はい、ね、肩回し、肩甲骨とか、はい、あの股関節を回す柔軟性、うん、休憩の時間の方をすごく重要視してます、はい、ストレッチだったりそういった部分ですね。回転運動ですね、回旋させる、回す、可動域を広げるということは常にあります。だからこそこういう風に長くね、あのテニスだったり、まあ、コーチングですね続けていられると思いますので、本当素晴らしいね、今日はコーチにあのインタビューできたと思います。ちなみにあの今大会だったりとか、はい、出場している大会の目標だったり、簡単な、まあ、戦績等あれば、はいはい、そうですね、あの、まあ、JOP のベテランの大会とか、あの ITF の、あのワールドテニスマスターズツアーとか、はい、そういうのを出させてもらってまして、はい、まあ、いろんなところに出てますが、はい、やはりあの力のある方が、はい、集まってますので、はい、なかなか成績も出しづらいんですが、はい、まあ、そこで上位に当然入っていきたいと思っています。いつもお世話になっている、ね、テニスクラブさんなので、後でね、あの個人的なまたインタビュー、クラブのね、あの方針だったりとかっていうのをまたちょっとインタビューさせていただければなと思っておりますので、その際もよろしくお願いいたします。はい、ちなみにこう好きな選手とか、座右の銘とかってこうありますか？こっち。そうですね、好きな選手、まあ、好きな選手当然みんなオーソドックスですけどね、フェデラーとかってよく言いますけどね。はい、もう私は最近綿貫陽介選手とか、ああ、はい、はい、活躍してます、ね、目立ってますよね。参考にさせていただきながら、はい、好きな言葉とかありますか？そうですね、
最後まで諦めないというのが気持ちの中では大事ですかね。うまくなるにも、まあ、テニスを上手なこれから始める方も、まあ、テニスを今やってる方も伸び悩んでる方もやはりそこは一つですよね。諦めないことっていうのをモットーに皆さんにもやっていただきたいですね。東大宮駅からですね徒歩、まあ、10分ぐらいですねやります西原テニスクラブさん、またその辺の詳細もご紹介していきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうですね、お疲れ様です。左から2番目 B コートの第1試合を予定しています。 B コートですね。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。今日はとんでもないです。今、まあ、順調に今日の、ナイターオープンと中継のシングルス、男子シングルス、男子シングルス今日は1種目だけだったんですけど、はい、このようにですね、どっちかにしては夕方の4時から、まあ、今ちょうどちょっと9時回ってるんですけど、今日はねもう大盛況でね、たくさんの方に、今日は何名、今日は人数が多かったですね。あと全部で24名いらっしゃいましたね。24名。今こちら西原のテニスクラブさんなんですけど、はい、主に、まあ、どういうことを主体とした、はい、まあ、運営といいますか、はい、どういった方針で、はい、今発動されているのかというのをちょっと簡単にご説明よろしいでしょうか。はい、他のテニスクラブさんと同じで、会員制のテニスクラブが中心になっております。会員の方以外にスクール会員の方がいらっしゃいまして、イベント会員と申し上げまして、今回みたいな大会に参加していただく方のイベント会員の方でなります。イベント外の方の人数が非常にうちは特色としまして非常に多く、たくさんの方が足を運んでいただいておりまして、コロナがねちょっと落ち着いて、またこれから皆さんがいろんなところに出かける機会あると思いますけど、あのうちの方にもねご参加いただけるようにいろんな企画を組んでいきたいと思っております。はい、優勝者の方と準優勝者の方にはまあ素敵なご賞品があるという、まあ、それに向けて一生懸命試合に取り組んでいますので、はい、まあ、とにかくこう練習になるというか、はい、試合の中でも経験しを積んで、まあ、本番に生かすというのは本当に皆さん練習の場にしているあのイメージがありますので、はい、まあ、本当にそういうのはこう親しみやすいクラブで、まあ、コーチの人からもあるんですけど、とても本当に来やすい環境になっていますので、はい、あの概要欄の方に URL 貼っておきますので、そこから一応テニスペアさんと、はい、あとテニスの365、ネット365、ネット365と、はい、ただあの当テニスクラブのホームページ、はい、ホームページ、はい、直接アクセスしていただいて、もしくはまあインスタとか Facebook、YouTube、はい、まあ、TikTok の予定ですが、はい、そういった形も含めまして、そういったていただいております。本当にかあの幅広くやっていらっしゃるんですね、はい、本当に、ね、今後 の、まあ、展望というか目標はありますか、コーチ。そうですね、まあ、あの全てにいろんな、ね、大会を含めまして、まあ、今うちの方ではたくさんやってますが、やらせていただいておりますが、あのどうしても、人数が、少し小規模の大会、が多いので、こちらもう少し大きな大会ですね、大人数でできる大会イベントを開催したいと思っております。まあ、僕のチャンネルでは、まあ、西原テニスクラブさんと少しずつこういう関係を持ってお互いに拡大をしていくというのが今後の目標になっていきます。はい、今日は、ね、本当に綺麗なフォームを見せていただいたのですが、ぜひ、まあ、ね、五十嵐コーチのレッスンならもまたテーマに沿ってありますので、
そこもあのホームページでチェックしていただいて、はい、直いかなと思います。はい、はい、ぜひとも皆さん、はい、お注目ください。支援の方もどしどし、はい、お願いします。たまに僕も土日出てますので、ぜひ。あと一つね、あのもしよかったら皆さんが見ている中で、あの逆にこういったものがあの企画で作っていただいたりとか、こういうものの内容のものがあればもうすごく興味深いんだけどもということにご意見がありましたら、こちらのものなくまでもあのお話しもしくはメール等でいただければと思います。あの何でもお伝えできるようにお考えさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。西原テニスさんもよろしくお願いします。西原さん、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。以上です。以上です。それではまた再来週。また再来週。